いします。さて今日はちょっと時間ができたので、ドライブに行きたいと思いますので、行き先はこの間と同じオレンジロードをちょっと通ってみたいと思います。鹿島から諫早の方へ向かう農道みたいなものですね。ただ気持ちがいい道なのでまたちょっと走りたくなったので来てみました。体調自体はねこうそんなに良くはないんですけれども、よくよく考えたらですね、体調が悪いから翌日の仕事のためにこう日曜日ゆっくりするっていうのもなんかちょっと違う気がするんですよね。なんでこう楽しむために人生を生きているのに、それではこう仕事をするためにこう体調を整えているようなものになってしまうので、休むなら仕事だろうということで、多少体調が悪くても遊ぼうということでドライブに来てしまいました。なので200キロぐらいかな、走行距離でいうとね、200キロぐらい、3時間ぐらいのドライブに今来ている途中ですね。きつくなったら途中で帰ればいいだけのことですからね。でもよくこんな道を作ったなと思いますよね。もうほとんど使う人多分いないんじゃないかなと思うんですよね、この道ね。だから気持ちがいいんですけどね。ただ今ちょっと雨が降っているので、こう雨が上がったら途中でこう車を止めて写真を撮りながらのんびりこうドライブしようかなと思っています。なので体調が悪いので、しかも今日中ですから当然暑いので、こう屋根は当然閉めて走っています。なので遊ぶと言ってもこう無理はせずできる範囲っていうのがルールかなという気がしますので、遊んで体調を崩してもやっぱりこれは問題だと思うんですよね。なので体調を崩さない程度に遊ぶっていうのも大事なことかなと思いますし、こう全部を我慢するってなるとこう精神衛生上良くないので、できる範囲で遊ぶっていうふうになると、ドライブだとこのぐらいの距離がちょうどいいのかなという気がしますね。なので本当はこう大分の九十九重とかに長者丸あたりにドライブに行こうかなとも一瞬思ったんですけども、長者丸走るのものすごく気持ちいいんですけども、そこまでが遠いんですよね。あれがあと半分の距離だったら今日そっちに行ってたと思うんですけども、今日はねオレンジロードまたドライブしようと思います。で前回行った時に朝早かったので空いてなかったんですけども、アイスクリーム屋さんがあったのでもし空いていたらちょっと寄ってみようかなと思うので、ちょっと楽しみもねこう持ちながらドライブに行ってきます。それでは行ってきます。道の駅っていうよりも何ですかね、こうちょっとしたジャムが置いてあったりとかゼリーが置いてあったりとかっていうことで、ちょっと鹿島のみかんのジャムを買ってみたんですけれども、景色も綺麗でね、ちょっとトイレ休憩にはいい場所かなっていうところでしたね。それではまたオレンジロードを走っていきたいと思います。
枝ばっかりですけど、ちょっと危ないですね。避けながら。よいしょ。で、雨が降ったばっかりなのか、こう、日が出てきてですね、路面温度がかなり上がっているのか、こう湯気が出ていてですね、ちょっと見にくいんですよね。出発する前はですね、結構お腹の調子悪かったんですけども、やっぱり走ってるうちに調子が良くなってくるので、こう高山級っていうのがですね、悪さをしている病気なんですけども、やっぱりこう体調を整えるっていうのに、こうストレスを減らすっていうのもやっぱり大事な治療みたいなので、そう考えるとね、こうドライブっていうのは僕にとっては治療の一つみたいですね。よいしょ、前が見え、使ってきたとしても、こう
買ったりとか結婚したりとかっていうのもほぼ自己報告に近いような報告の仕方でしたので、相談するっていうことがなかなかなかったので、まあ、その辺もね、こう自由に行き過ぎたかなという気はしますね。ですね、こうなんか濃厚だけれどもしつこくないで、なんか本当手作りライスだけどなんかすぐは溶けないみたいな感じで、美味しかったです。で、何時から8時から空いてるみたいなので、早朝ドライブの時はさすがにちょっと空いてないかなと思うので、まあ時々ねこうやってお昼のドライブの時っていうのは食べに来てもいいかなっていうような感じですね。このまま諫早まで抜けていきたいと思います。まあ、今日の目的はこのオレンジロードを走るっていうのと、トドロキアイスを食べてみたかったので、あれを食べるっていうことだったので、もう目的はね、このオレンジロードを最後まで無事たどり着いたら達成なので、あとは家まで無事に帰るだけですね。まあ、せっかく諫早まで行くので、このままこう諫早から高速道路に乗って帰ろうと思いますので、まだ1時間ちょっとかかるかな。
べると多分あのお腹が疲れて苦しくなるだろうなと思ってたんですが、やっぱりちょっと調子悪いですね。なのでまあ時々食べるくらいで、僕にとってはちょうどいいぐらいみたいですね。体調を整えてから食べるかっていうことですね。
ですけど もう水が透明で綺麗でしたもんね。こういうところでできるお米って美味しいでしょうね。ずっとあの田んぼがあるので、あの水を張った時に来てもあのもしかしたら綺麗かなという気がする場所なんで、この辺ね。このトンネルのひんやり感もう最高ですね、これね。諫早から、どっちで降りようかな。佐賀山とか、
大きいかどちらかで降りようかなと思いますので、どっちがいいか、まあその時の体調次第ですね。やっぱりドライブするとね、こう当然体は疲れますけれども、気持ちは結構リフレッシュできますよね。無事佐賀まで帰ってきました。和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。